どうも、ジエンでございます。人生のフルコースを求めて、で、今回ちょっとね、外で走ってるんですけども、これどこに行きますかと言いましたら、フードコートですね。イオンのフードコートにやってまいりました。これ何を食べるかと言いましたらですね、丸亀製麺ですね。僕結構うどん嫌いで有名なんですけども、はい、有名かどうかわかんないですけど、結構ね、うどん嫌いでね、なんかうどんに対して辛辣なこと言ってたりするんですけど、今回はね、これ食べていきたいと思います。ということで、丸亀製麺、これほんま何年ぶりなんやろっていう感じですけど、まあ、フードコートね、丸亀製麺ありがちですよね。まあちょっと家の近く、一番家の近いところがここだったということで、まあ厳密に言ったらここは別に一番近いわけじゃないんですけど、まあ立地の良さですね。まあイオンをね、フードコートで食べていきたいと思います。まあかけうどんですね。一番まあ普通のやつなんですかって店員さんに聞いたら、まあこのかけうどんか、ぶっかけかと言われて、ぶっかけはね、なんか温と冷、まああったかいのと冷たいのがあったんで、ちょっと悩みそうだったということで、まああったかいのしかないかけうどんにしましたね。で、まあ、しっかりトッピングもね、生姜とかセルフサービスだったんですけど、ネギとか、天かすとかね、まあ、あの2杯ずつぐらい入れさせていただきました。まあ、ここは常識の範囲内でね、まあ、3、4杯入れたらさすがにちょっと入れすぎかなっていうので、まあ、2杯ずつね。まあ、ただね、これ食べ進めてですけれども、うまいな、すんません、うどんうまい。そのなんやろ、お母さんが昼とかに作るうどんがまずかっただけかっていう、そのあんまそのお袋の味否定することないと思うんですけど、僕のお袋あんま料理うまくなくて、だから、うん、オムライスとかもまあその類でね、僕お袋のオムライス嫌いなんですけども、うどんもねちゃんと、ま、丸亀で食べたらうまいな。だしもしっかり、うん、食べね飲んで、食べたんですけど、いや良かったですね。結構なんか病気も治りそうな味と言いますか、はい。で、天ぷらはですね、さつまいもと柏ね、僕結構柏天というか鳥天が好きなんですけれども、まあ、あとついでになんかこのね天ぷらの皿になんか柏天1個だけ飲んの、なんかちょっと恥ずかしいなって、ね、結構ケチやと思われそうやなっていうので、さつまいも天今食べてますけどね、これを入れました。まああのなんかソースとかがちょっとレジ前にあって、これかけるの忘れてたんで、まああのま、マジでその天ぷらオンリーで食べてるんですけど、それでも十分美味しいぐらい。まあ次回はね、あの店舗とかやったら多分席の前にあるんかな、うん、そこでしっかりソースとかかけたいと思いますけどね。いや、あの七味とかもね本当はうどんに入れたい人なんですけど、まあ特に、だから、あ、なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、薬味か、薬味ぐらいしか乗せることができずね、七味とかね、まあソースとか塩とかそういうのは、あ、天ぷらとかに使うやつは あんまりね、入れれなかったんですが、本当にだからいわゆるシンプルなやつですよね。丸亀製麺といえばこれっていう感じのものを食べることができてよかったです。はい。で、まあこれ人生のフルコースに入るかどうかは、まあやっぱりうどん、まあこれまでめっちゃ嫌い嫌い言うてきて、フルコースにいきなり入れるのもね、でまあうどんよりまあ上はさすがにおるよ。まあこれが一番うまいってわけじゃないから、まあ入りませんけど、ね、いや美味しいなと思いました。なんかね、社食というか、なんていうんですかね、まあ会社員だって昼休憩とかに丸亀食べる人生であればね、幸せなんやろうなと思いましたね。ね、まああの家に帰れば、あ、妻と子供がいて、で仕事中、うん、昼休憩に丸亀行くみたいなね、人生、これめっちゃ日本人の人生やなっていう、日本人が幸せとする人生、に丸亀はきっと入ってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、まあスープもね、器ごとこう飲み干しましたらごちそうさまでございます。ご視聴ありがとうございました。でもそれは違うくて。